私の名前はひまわり。旦那と息子との3人暮らしです。毎日楽しくて美味しいものも食べれて本当に幸せな日々。旦那はかっこいいし息子は可愛いし、なんでこんなに幸せなんだろう。そんなことを思っていたら、あるママ友だった人から LINE が来たんだ。実はこの人、1ヶ月前にいきなりこの街を出て行って。ねえ、私の旦那に連絡取れないんだけど、ちゃんと携帯見るように言ってくれない？ともえさん？旦那さんって誰のことですか？何とぼけてんのよ、私のマイダーリン。ともえさん、旦那さんとは1ヶ月前に離婚したばっかりですよね。それになんで私に連絡を？離婚したけどまたよりを戻そうと思って帰ってきたの。それなのにいくら LINE しても電話しても出ないんだから。前からグズだと思ってたけど本当に気が利かないわ。一度愛を誓い合った人にひどいことを。あと、あなたに連絡した理由なんて一つしかないでしょ。私のことが好きなんですか？違うわよ。あなたの旦那と私の旦那、同じ会社で働いてるじゃない。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。びっくりしました。私は親友と思ってなかったけど、もしかしたら親友と思ってもらってるのかと。遠回しにディスってない？そんなつもりはないんですよ。けど旦那は今日休みですし。ちょっと考えたらわかんないの？あんたの旦那から連絡しろ。なんでそんな上から目線なんですか？私、家に帰ってきたのになんか鍵が開かないの。だから今どこにいるのかって連絡して。そりゃ離婚したら鍵だって買えるでしょうね。だいたい家を飛び出していったのはともえさんですよね。違うのよ、あいつがひどかったの。しんやさんがですか？そうよ。今までは誰にも言えなかったけど、あの人モラハラがすごくて、お前は女として終わってるんだからスカート履くなとか言ってきたの。え？それも別にミニスカートとかじゃないのよ、ロングスカート。それなのにお前はスカートなんか履くな、女としての賞味期限切れてるんだから、よくそれで外を歩けるなとか。旦那さん、あんな優しそうなのに本当にそんなひどいことを言ってたんですか？そうよ、外面だけは良かったからね。私がスカートぐらい履かせてよってお願いしても、スカートなんか履いて誰に媚びを売るつもりだ、不倫するつもりだろうとか。すごく優しそうで、どこかの俳優さんにいそうなイケメンさんですよね。顔だけはいいんだけどね、性格が。私の旦那もイケメンですよ。聞いてないわ。でもいつも温厚で怒ってるところなんか見たことないのに。だから外面だけはいいの。私なんかモンペ履いてろって言われたのよ。その話が本当ならひどい話ですね。だから離婚したんだけど、やっぱり私あの人とやり直したい。付き合ってる時に幸せな時間も確かにあったの。だから私があの人ともう一度やり直して更生させたい。それで帰ってきたんですね。あの時は辛くて離婚しかないと思ったけど、冷静になったらやっぱりあの人を見捨てられない。あの人は私より5歳年上で30歳でしょ。だからきっと私と離婚したらもらい手もないと思うし。お子さんの面倒も元旦那さんが見てるんですよね。どうやっても私一人じゃ子供の面倒を見れなかったから、そこも反省して戻ってきたの。なるほどなるほど。ちょっと旦那に話をしてみます。早くね。はーい。数十分後。聞いてた話と全然違うんですけど。どうだった？深夜さんはモラハラなんてしてなかったんですね。え？どちらかというとあなたがしてたんじゃないですか？何を聞いたの？私の旦那に話を聞いたんです。前々から暴言とかすごかったみたいですね。そうなの？旦那は家では。違いますよ、ともえさんの方がです。は？前々から相談されてたそうです。このままだと子供にも悪影響だって。そしたら1ヶ月前にいきなり出て行ったもんだからびっくりしたって。そんなの嘘に決まってるでしょ。自分と仲いい人には嘘言うに決まってる。でも夜に女の人の怒鳴り声が聞こえるって、警察呼ばれたこともあるって。どこまで話してんのよ。だから離婚できて大変だけど清々してるって。それ誰が言ってんの？元旦那さんです。そんなはずない、絶対ありえないから。旦那に LINE を見るように言って。さっきお伝えしましたよ、私たちに迷惑をかけるのは申し訳ないから LINE の返事するって言ってました。さっさとそれを言えよ。え？何のためにあんたみたいなバカに LINE してあげたと思ってんのよ。橋渡しぐらいしなさいよ、グズが。それが本性なんですね。まあいいわそんなこと、 LINE 来たからあんたは黙ってて。自分勝手だな。ともえとしんやの LINE。
連絡待ってたのよ、あなた。どの口でそんなこと言うんだ。私やっぱりあなたがいないと生きていけないみたい。息子とも会いたいし、お家に帰ってきたの。俺みたいな不細工で何の取り柄もない奴とは離婚だって言ってただろ。違うの、あれはちょっとイライラしてただけ。そうよ、女の子の日だったから。プリンセスデイなんだから許して。それだけじゃない、家で俺のことを散々罵ったり物を壊したりしてただろ。ただ手が滑ってお皿割っただけ。暴言を吐いたんじゃなくてアドバイスをしてあげただけなのよ。それなのにひまわりさんたちには俺がモラハラしてたとか言ってたみたいだし。私そんなこと言ってないのにひどい。ひまわりさんの意地悪。今さらそうやって媚びを売ったところで無駄だ。全部バレてる。 LINE のスクショももらったしな。はあ、愛する妻が帰ってきてやったのに何その態度。頼んでない。今までは私の言うことを聞いてたくせに、よくそんな生意気な態度取れるわね。ほらすぐに本性を現した。俺が今まで家で必死に耐えてきたのは子供のためだ。小さい子供には母親が必要だと思ったけど、あんな家でわめき散らかすような嫁はいらない。子供には私の血も半分流れてるのよ。せっかく帰ってきたんだから仲良くしましょうよね。これからはまたお互い支え合って。お前がいると足を引っ張られている気分だ。は？服装のことに文句を言ってたのはお前の方だろ。そんな服装でどこに行くんだ。浮気でもするのかとか、ブランド物の時計で女を釣るのは楽しいかとか言ってきて。何言ってんのよ、私そんなこと言ってない。そんなこと言わずによりを戻しましょうよ。どうせあなたは私がもらってあげないとどうしようもない男なんだから。おあいにく様、お前とよりを戻すつもりはない。俺は今幸せだからな。え？家の鍵は変えてるからお前は入れない。あと、もし家の前に居座るようだったら警察呼ぶから、そのつもりで。ちょっと待ってよ、それはひどすぎない？ここは私の家でもあるのよ。家賃も払ってなければ名義も俺、どこにお前の家の要素があるんだ。それは30歳のくせに強がらなくていいのに。私は若くていいけど、あなたはもう年齢がいってるじゃない。お前とはもう話すことはない。それじゃ。ちょ、待ちなさいよ。ひまわりと巴の LINE。 あいつが無視するから LINE 見るように言って。 LINE はブロックしたそうです。なんで？私たちは1ヶ月前まで夫婦だったんだよ。そこに答えが詰まっているじゃないですか。は？1ヶ月前は夫婦だったかもしれませんけど、今は違います。そして旦那さんはもうあなたのことを愛していない。それが全て。決めつけないでよ。どうせ強がって言ってるだけで、私がいないとあの人は一人ぼっちなのよ。私は25歳だから、これからいくらでも男を見つけることができる。だけど30歳の男はどうかしらね。男性って結構年上人気ありますよね。え？30歳の男性って20代女性からモテるんですよ。年上好きの女性って結構多いから、30代は大人の色気があっていいっていう人もいて。そうなの？でも私の旦那はモラハラ。それも全部嘘だったんですよね。今私の旦那に聞いたんですけど、深夜さん会社でモテてるそうです。そうなの？顔が整っていてすごく優しいし、女性への気遣いもできる。そうでしょう。私の旦那は最高なの。そうなるように私が教育したんだから。絶対違いますよね。でも深夜さんは妻と子供がいるからって絶対になびかず、飲みにも行かなかったみたいです。確かにいつもほとんど定時で帰ってきてた。残業するって連絡があった時も絶対に家でご飯食べてたし。だからこそ人気あったそうです。そんな家族思いの深夜さんを罵倒して勝手に家を出て行ったのは誰ですか？違うわよ。私はちょっとあの時気分が悪かっただけで。気分が悪かったら自分の旦那さんに暴言を吐いてもいいんですか？気分が悪かったら家の中のものを壊してもいいんですか？気分が悪かったら離婚してもいいんですか？いいに決まってるじゃない、私の家と物なんだから。ダメだこりゃ。深夜さん今フリーになったことによって社内でまた人気が爆上がりらしいです。ダメよ、私のものなんだから。離婚した人が何を言ってるんですか？もう気持ちは全く残っていないそうですよ。そんなはずない、私待ってるからずっとここで。え、家の前で待つつもりですか？そんなことしたら警察呼ばれちゃいますよ。絶対に諦めないから。忠告はしましたからね、深夜さんが帰ってくる前に去るべきです。待ってるからね深夜。あの後
家の前でずっと待っていた智恵さんは警察を呼ばれて連れて行かれたみたい。深夜さんからはお前とやり直すつもりはないし、今後家に近づくなって言われたみたいで、あのあと1ヶ月はおとなしかったんだよ。1ヶ月は。1ヶ月後。お金貸せ。はい、すみません、何かの見間違いですかね。そんなわけないでしょ、お金貸して。嫌ですよ。男に騙された。え、女は若いうちが花だからパパ活しようと思って。パパ活？それ以外にも男と会ってホテルに行ってお金をもらうみたいなことをしてたんだけど、それって普通に犯罪ですよね。みんなやってるからいいのよ。女は若いうちが勝負なんだから。私は若い一番綺麗な姿を旦那に見てもらいたいです。もちろん30代50代60代80代になっても一番旦那に見てもらいたいです。そんなん聞いてないんだけど。とりあえずそこで出会った素敵な人と付き合ってたんだけど、お金全部持って逃げられた。ありゃりゃ、マジでお金なくてどこにも行けないし何も食べれないの。そんなこと言われても無理ですよ。だいたいその怪しいお金の稼ぎ方も良くないですし。またパパ活しないといけないの？いや、やめた方がいいですよ。普通に嫌なんだよね、あいつらベタベタ触ってくるし。だからそういうのやめたらいいじゃないですか。それが一番稼ぎがいいの。はあ、やっぱり元さやに戻るか。え、しょうがないな。1ヶ月も経ったらさすがにもういいでしょ。深夜の家行こ。行っても無駄ですよ。というか実はもう少しで家に着くんだよね。あの、聞いてますか？深夜、私が来たわよ。そこもう誰も住んでませんよ。は？深夜さん引っ越ししましたから。私何も聞いてないんだけど。あなたから逃げるための引っ越しですからね。私から？あなたに家がバレているので、今後また家凸されたらたまらないって。仕事の転勤もあったので、それに合わせて引っ越したみたいです。どこに行ったの？教えるわけないじゃないですか。私じゃあどうすればいいの？知りません。お金本当にないんだって。どうしてくれんのよあんた。私は何も悪くないじゃないですか。あ、携帯の充電なくなりそうなのですみません。あ、逃げるな。ちなみにもう LINE ブロックさせてもらいます。待って、お願い、旦那に話だけ。いつまでも過去の栄光にすがるのはよくありません。元旦那さんは元旦那さんなんですから。そんなその後、智恵さんは私が言ってることを嘘だと思ったのか、家の前で2日待ってたみたい。だけどさすがに帰ってこない状況を見て諦めて帰ったんだって。深夜さんが引っ越しした場所だけど、前の家から車で30分くらいのところだからすぐ近くにはいたんだよね。転勤は嘘で引っ越しだけは本当だったの。運が良かったみたいで会うことはなかったそうだよ。あのあと智恵さんはお金を貸してくれといろんな人に連絡をしたけど、みんなから無視されたり、お断りをされて暴言を吐いてたってさ。おお、怖い怖い。そしてしばらく見なくなったなと思ってたら、まさかテレビで見ることになるとは。智恵さん警察に捕まってたんだよ。なんでも良くないお店で働いていたみたいで、そこでお客さんからお金をもらっていたことが発覚。それに未成年の男の子にも声をかけたりとかしてたみたいでさ。ほんと人間って落ちる時はどこまでも落ちるね。深夜さんは今お子さんと楽しそうに暮らしてる。あれからモテモテで、バレンタインのチョコもすごくいっぱいもらったんだって。いつか落ち着いたら新しいお母さん探しもいいかもしれないね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。